藤岡洋は日本の音楽家、作詞家、作曲家、編曲家、ギタリスト、日本音楽著作権協会会員、呼び名、洋、洋藤岡、ジャミー。なお、同じ読みの藤岡博とは無関係である。1993年 NHK のミニ番組テーマソング制作をきっかけに作曲家としてデビュー。その後、TV 取材家、CM 音楽、 映画音楽、様々なシンガーへの楽曲提供、企業ビデオパッケージ用の音楽制作等に携わり、著名ミュージシャンの楽曲にも参加している。また、サポートギタリストコーラスとして、多数のレコーディングやライブに携わっている。特に、沖縄ミュージシャンとの交流が深く、様々な沖縄音楽に参加している。ジャンルは J-POP をはじめ、ロック、R&B、演歌、 沖縄音楽やワールドミュージックなど。自身もバンド活動を経て、1999年、デジフラや2000年、マット・アリスでバンドデビュー経験を持つ。現在も CM 音楽をはじめシンガーへの楽曲提供などを中心に、ボイストレーナーやバックミュージシャンとして活動している。2019年からミキアキラバンドのリーダー、サウンドプロデューサーとしても活動。 以下の経歴には客観的に確認できない情報を含んでいます以下の経歴には客観的に確認できない情報を含んでいますありがとうございます